はいどうもゆきです。今回はパワポケ5裏のクラガリさんのイベントを紹介していきたいと思います。このイベントはクラガリさんが仲間になって100日目を過ぎないと発生しません。結構ねそれまでにクラガリさん死んだりするんで見れないこと多いんですけど、ここでイベントが発生します。あれどうしたんですかクラガリさん、こんなところでぼーっとして。あ、ゆうきか。何気になんか大体ささん付けじゃないクラガリさんって人呼ぶとき。5裏に関しては呼び捨てなんだよね。私はいつもぼーっとしてるから、そんな言い方せずに何か心配事でもあるのなら話してくださいよ。実は昔生き別れた子供のことを考えてたんだ。今頃どうしてるのかなって。どうして別れちゃったんですか？昔この月光の城に世話になる前、カリュウの里にあるイロハ村という小さな村で暮らしていたんだが、カリュウの里は税の取り立てが厳しく、子供の多かった我が家はその日の食べ物にさえ困る貧乏さで、仕方なくヒデコという女の子を里子に出してしまったんだ。そうだったんですか。でもきっと元気に育ってて、いつか会える日が来ると思いますよ。うん、そうだな。おかげで少し気が楽になったよ。ありがとう、ゆき。クラガリさん、みんなが幸せに暮らせる国を作るためにも、俺たちみんなで力を合わせて、早くこの国を統一しましょう。よし、ゆき、一緒に頑張ろう。おう、そうだ、お礼と言ってはなんだが、お前にいいものをあげよう。受け取ってくれるかな？喜んでいただきます。ありがとう、クラガリさん。なんか上から目線なんだよな、ゴウラって。そして、アルバム。お父さん、お粥ができたわよ。再会できたんですね。いつもすまないね、ひでこ。それは言わない約束でしょ。さあ、冷めないうちに早く食べて。クラガリとひでこは月光の領地となったイロハ村で再会を果たした。その後、病気がちとなったクラガリをひでこが看病する日々が続いている。それでも家族が再び出会えた喜びは、この親子にとって何者にも変えがたいもののようだ。ということで、無事に出会えたんですけど、まあ、暮らしは大変。でもね、二人が揃ってることが幸せなんじゃないでしょうか。今後のパワポケを思うと余計に表作ですね。この親子が一緒にいられることだけが貴重なのかもしれません。じゃあよければこんな感じでいろんなゴウラのイベント紹介してますので、チャンネル登録と高評価して他の動画も見てみてください。ありがとうございました。